続いていくので、はい、ますます楽しみという感じです。泳ぎたい放題ですね。泳ぎたい放題。あんまり水泳得意じゃないですけどね。実はですね、エージェントインシュアランスグループ様も我々運営している NEXTIPO クラブの卒業生でございます。はい、ありがとうございます。皆さんもうこれね、毎回卒業生に、ゲスト来てもらった時には聞くんですけど、NEXTIPO クラブどうでしたか？いや、もちろん入ってよかったっていうのはもう当たり前のことなんですけど、入んなかったら多分上場できなかったっていうふうに自分は思ってます。どこの会社さんもIP を目指した会社さんって起きうる事象だと思うんですけど、うん、社長はいろんなとこに行っている、いろんな経営者になって、うん、上場会社の社長になって情報を取り行きます、うん、例えばキムさんとも、ずっとお友達でした、うん、だから別に NEXTIPO クラブに入る必要がないと僕は思ってました。マジ入る意味あんのって言われてましたね。結局経営者だけがどんどんそのリテラシーが上がっていって、うん、その会社に属する例えば CFO だったりとか上場準備責任者だったりとか、それ以下の若いスタッフが、そういうちゃんと体系だったNEXTIPOクラブみたいなところに行って勉強するってことで、その人たちの知識がどんどん上がっていくので、社長だけがそういうことに属するんじゃなくて、その社員、役員、スタッフ全てがそこと関わることによって IPO をするっていうことの気持ちだったりとか、準備のその遅れてるとか早いとかっていうことだったりとか、客観的な情報を得ることができるので、ぜひご加入いただいて、はい、よろしくお願いします。満額回答、打ち合わせなし。ありがとうございます。で、ちょっと改めて直近で締められた決算、その上場後初決算ですね、トップラインで32億6007億円で営業利益で約2億円というような形で、法人のクライアントが今1万社以上、1万社います。個人のお客さんが13万人以上、分の1。分の1だっけ？ 1です。ありがとうございます。顧客基盤盤石なイメージあるんですけど、全然これからまだまだマーケットシェアの 1% 取った時と 10% 取った時に劇的に変わるみたいな話ってあるじゃないですか。で、うちの業界でいうとその1億2000万人というその日本の総人口全てが僕らの見込み客になる方々で、その 1% っていうふうになると120万人。だからそのまだ10分の1しかないので、そのためにM&A をしてお客さんの基盤をどんどん面を増やしていくっていうことをしてるっていう感じですかね。イメージは、保険のビジネスやってる、上場企業ですってなると、それこそやっぱりスポットの売り上げがイメージされがちなんですけど、もう ほとんどストックなんですよね、比率でいうと。生命保険と損害保険の比率、損害保険はストック、生命保険はフローなんですけど、75とか。が損保ですよね。だから期が始まった瞬間にもう何十億スタートみたいな感じですもんね。はい。多くの SaaS の会社も含めてそうなんで、損害保険の継続率、一度契約していただいて当社で継続していただける率っていうのが毎年更新があるんですけど、これは大体 95% なんです。興味本位なんですけど、どういう人がその 5% で辞めたりするんですか？やっぱりですね、今お客様がやっぱり契約しやすいところで契約するのは当たり前じゃないですか。食べ物を買うのもスーパーに行く人もいれば、百貨店に行く人もいれば、コンビニに行く方もいらっしゃるので、それと同じようにチャンネルが多様化しているからこそ、そうやって他のところに行くっていう。だから我々の業態の中でクオリティ高い価値とかそういうものを提供することで、いわゆるそのプロの代理店というところで保険に加入するっていうことの意味だったりとかを理解していただくっていうことをどんどんやっていかないといけないかなと考えてますね。なるほど。これもちょっと気になったんですけど、今支店が13支店で支社が7つ、結構全国津々浦々あると思うんですけど、これどういう判断軸で出していくんですか？支店支社の違いは支店の方が大きくて支社の方がちょっと小ぶりっていう感じなんですけど、どちらにせよ僕らはその M&A をしたところに視点を出して、そこから根付いて周りにどんどんその M&A の輪を広げていくっていう感じで、視点を出すとこを決めているっていう感じですね。我々がお付き合いになる保険会社の皆様方から、この地域でこんな再編が起きそうですけれども、こっちに出店する予定とかありますかみたいなお声掛けをどんどんいただくので。声かかるんですか？声かかりますね。まあそれが我々の強みかなと思ってますけど、保険会社の中での我々の価値提供のクオリティの高さが評価されているっていうのと、まあプラットフォーマーとしてのその存在価値みたいなことを理解していただいているので、我々にどんどんご紹介をいただくっていう感じになってますね。なるほど。社内で、はい、あそこ視点がないから出すぞっていうよりも、はい、受けてもらえませんかっていう企業があった場所に、はい、それと同時に出していくみたいな、はい、全国保険会社津々浦々ありますから、営業マンが回って、例えば T 社の札幌支店とかですね、S 社の、九州福岡支店とかとこう行って、僕らのビジネスモデルを保険会社に対してプレゼンをして、で理解をいただいて、あ、これだけこういうことをやってらっしゃるんだったら、うちのこの保険代理店を任せても大丈夫だなっていうことを理解していただいて、で我々はそこにこう理解していただいた方にどん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 こう視点とか視座を展開していくっていう感じですね。じゃあまあいわゆるその業界的にも、はい、そしてメーカーさんとしても、はい、保険ビジネスやってた人がいなくなるよりも、はい、継続してくれるんで、メーカーさんからも喜ばれてる。業界再編で、やっぱりちょっとこう存続なかなかできない方々が増えている、けどその保険代理店の先にはお客様がいる、保険会社としてはこのお客様をちゃんと守っていかなきゃいけないっていうことがあって、で今まで介在してたその代理店さんがいなくなるってことであれば、誰かがここに介在しなきゃいけなくて、でこれはやっぱりその新進気鋭というかですね、きちんとしたそのシステムが整っている代理店に任せていかなきゃいけないっていうふうになると、じゃあどこなんですかというときに我々の存在価値がこう発揮されるっていう感じですかね。金融庁さんからしても、事故られたら何してんだよなんですけど、そこのもう信頼があるってことですよね。はい、ちょっと余談ですけど、金融庁って、保険代理店にもですね、直接こう監査に入ったりとかするようになってきたんですね。ぜひ金融庁の監査を受けていただきたいんですけど、受けたい人 100代理店さん手を挙げてくださいって言われた時に、100代理店というのは全国で。100社監査入りたいですみたいな感じですよね、要は。そうそう、それは損保協会というところを通じて言ってきて、でその時僕が一番最初に手を挙げて、マジっすか、なんか原則、ちょっと嫌だなと思っちゃいますけど、なんとなく。ただ、どういうちゃんとした代理店を彼らが求めてるかっていうことを、僕らが理解しておかないといけないので、その理解を深めるために、僕が一番最初に手を挙げて、財務局、金融庁を行ったんですけど、向こうもやっぱり今の代理店の現状ってどんな感じなんですかみたいな、大型代理店でみたいな、本当にそこのなんか目線の違いをちゃんと埋められたんでよかったなと思いますけど、ね、ディスカッションしたりとかして、はい、もちろんです、もちろんです。で実際に、監査を受けたというか、そうです、そうです、はい、ありがたかったですけどね。これだいぶなんかいいその1回の機会といいますか、あれってやっぱりお客様に対して金融庁が何を求めてるかとか、消費者庁が何を求めてるかってことを僕らが一番最初に知ることで、お客様にいいサービスを提供できるっていうふうに自分たちは考えたので、そんなことをやってみたと。社員といいますか、販売のメンバーたちに落としていき、そう、これじゃだめだよと、今の体制じゃだめだよとかっていう話をすると、しましたね。さっきメーカーさんにももちろんその喜ばれるとありましたけど、いわゆるその金融庁なんですかね、だったりその損保協会の皆さんからしても存在ありがたいですね。と思っていただいてると思ってるんですけどね。だから上場できたっていう。そうですね。そうですね。見ていただいてる方がどう取るかっていう。いやいやいや。ちゃんとやってます。だからなんかもう直接お客さんが開拓して契約を増やすっていうのもありますけど、同時に M&A をするっていうのが重要な仕事ですよね。そうです。それはもうビジネスモデル、完全な収益ドライバーっていう感じですね。でかつまだまだたくさんあると。M&A 対象も。なるほど。あと5年や7年はもう続いていくので、ますます楽しみという感じです。泳ぎたい放題ですね。泳ぎたい放題。あんまり水泳得意じゃないですけどね。最後、3話目でですね、今後の A.I.G. っていう形でお話聞いていきたいと思いますんで、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。